はい、皆様こんばんは。ボギー大佐の言いたい放題、2022年8月21日日曜日号、私担当のボギーテレコンと言います。さて、昨日はですね、皆様にサプライズで南の島の、花火大会を、お送りさせていただきましたが、いやーね、この花火が8時からだったもんですから、まあ録画して流そうかなとも思ったんですけど、どうせならちょっと臨場感のある方がいいかなということでございまして、昨日は、はい、思いっきり流させていただいた次第でございます。まあ今日は通常通り、まあ、放送なんですけど、まあ今先ほど、まあ、戻ってきたらですね、なんとこのナイトジャスミンの香りが庭中にね、充満しておりまして、車のドアを開けた瞬間にこの香りが車の中に入ってきました。まあ花自体はこういうふうに非常に小さな花なんですけど、夜になるとこの小さな花が咲きまして、そこから非常にもう本当に何て言うんですかね、方向というのか、もう本当に南の島だなっていうような、そんな匂いが、まあ、周辺に立ち込めるということでございまして、もう見ての通り、もうはい、乱れ咲き、もういくつ咲いてるかわからないぐらいこうしてね、あの花が咲いています。まあ、私の庭には、まあ、この他にもあの花火のようなあの下がり花とか、あと勝手に生えてきて花をつけていただいていますシルクジャスミンとか、はい、あとは、ね、毎日食べきれないぐらい実がなるアセロラとか、あと、はい、シャカトウもありますし、グアバもあります。最近はあのみかんも育てているんですけど、まあ実るのはずっと先かななんて思うんですけど、そして何よりも黒い花もあるということでございましてね、いやどの花もなかなか魅力的でございますが、本当に皆さんにこの、夜のね、夜になってこの花の香りが充満するというのをやっぱり一度は味わってほしいななんて思います。やはりこういったのは南の島でしかちょっと味わえないのかななんてね、思ったりしております。さて、今夜も皆さん来ていただいております。今日は、はい、モンドさんから身内のニラですよ、ニラ、ニラいただきました。モンドさんありがとうございます。ハツさん、ミツキさんからもニラでございます。ニラです、はい。それから、ハラホロヒレハルさん、中佐、森の都さん、こんばんは、んこでございます。それから、サメ肌さんから島らっきょうスムージーに、江戸前あさり小僧さんからは恒例のニラです。ニラですよ、ニラ。はい。ハチさん、YouTube で花火見られますよ、ということで。今度はね、生放送でちょっとあの、綺麗にピントが合わなかったんで、今度は録画で撮ってね、また公開しようかと思っております。中佐の方からも島らっきょうスムージーですね、ありがとうございます。この後22時からワンヌーミー音声版と本日放送ツイキャス明日の20時ということで、ありがとうございます。はい、コスさんどうもいつもクラッカーありがとうございます。さて、今日はね、いろいろお話をする前に、おねだり、おねだりです。まあ皆さん、おねだりというと美咲ちゃんを思い出すかもしれませんけど、我が家にもおねだりをする姫がおりまして、はい、これがおねだりをしている姫でございます。なんと言っておねだりをしているかというと、公園に連れて行けなんですよね。今日の早朝、あの7時過ぎぐらいに、あのまだね、太陽があの暑くならないうちに連れて行ったんですけど、はい、公園をね、一生懸命走り回った結果はい、もう皆さんご期待のあの姿でございますよ。はい、まあ中3のところのね、姫は何ですか、寝てる人の上に
乗っておねだりですか。いやー、本当にうちの姫はひっくり返っておねだりですけど、おねだりした割にはね、今日はそうですね、10回ぐらい走り回ったらこうなってしまいまして、はい、休んでは走り、休んでは走りということでございまして、はい、後半はこのような形になってしまいました。まあ、それでもね、このオレンジ色の円盤は絶対に離さない、はい、離さないということでございまして、息をハーハーしながらもこの円盤は加えてきます。はい、水分補給もバッチリさしてね、今日も頑張ったナビーちゃん、本当にオレンジ好きでございますね。まあ、オレンジ好きといえば どうですか皆さん、オレンジ、はい、オレンジマンというかオレンジウォッチャーらしいですよ。はい、オレンジウォッチャー HK ゴスロリマンゴー仮面こと、はい、ミッキーさんらしいですよ。そうですね、中佐、どこぞの政党の運動員ですかって、まさにその通りなんですけど、いや本当にね、この方オレンジ大好きでございまして、まあオレンジといえばね、はい、あちら系の人たちもなんかオレンジ大好きでございまして、これは全然ミッキーのオレンジではありませんけどね。はい、今日はこういったね、いわゆる左巻きの人たちのお話をちょっとさせていただきます。これ前にもお見せしました、はい、三市選挙戦指導という新聞記事なんですけど、まあ下地幹雄さんね、最初に掲げるメインが新基地反対ですか。はい、もう県民はね、新基地反対にはもううんざりしています。反対したってね、豊かになるのは一部の人たちだけで、はい、いわゆるオール沖縄共産党とその仲間たちだけが取り残されずにね、いい思いをしております。まあ宜野湾市にはいわゆる、はい、共産党御殿っていうのがありまして、小尾長知事がね、知事に当選した翌年ですか、古びたお家がね、豪邸に変わってるお家がありましたよ。すごいですね。いつかお見せしたいと思います。それと、デニー知事、公約実現率は 99%。はい、99% ということなんですけど、すごいですね。はい、その実現率、実は、デニーさん、これね、こういったチラシが今沖縄県内あちらこちらにバンバンばらまかれております。いやーすごいですね。どっから金持ってくるのかなと思うんですけど、この中にも、実現率 99%、 はい、公約291施策をすべてに着手、287施策を推進中ということは、推進中ということは実現してないということですよね。実現まだ半ばということでございまして、いやこのね、私実現っていう言葉ちょっと調べてみたんですよ。はい、実現とは計画や理想などが実際のものとなること、またそのようにすることということでございまして、いわゆる公約っていうのは契約、計画ですよね。はい、そしてこうしたい、ああしたいというのは理想なんですけど、それが実際のものになる、はい、実際のものになる、現実になることが、ね、実現ということでございまして、これのね、似たような言葉がいろいろありまして、同義語ですね。まず実現するに同義語として具現化する、はい、具現化する、現実のものにする、成就させる、もっといろいろあります。でも基本的に計画を、いわゆるね、これ実現っていうのは計画を現実のものにするということなんですよ。はい、
しかしこれに対してね、石垣の中山市長が手厳しいことをツイートしています。玉城デニー知事の後援団体の実績チラシが入っていました。公約実現率 99% 全てに着手、287施策を推進中とありますが、世間の常識では実現と使うのは達成完了した時ですと。なので291-287イコール4で、4年の任期中実現したのは4施策となりますということでございましてね、この4施策の中にも、なんか那覇空港第2滑走路は私が実現したんだなんて言ってますけど、いや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 違うでしょうと。中山さんの時にこれ予算つけてね、それがずっとねコツコツ進めてきたもので、この人が知事の時に完成しただけで、それって実現って言わないですよね。さて4割る、はい、291の中の287イコール4、はい、4割る291かける100にすると、さあどんな数字が出てくるんですかね。はい、これは中山知事の功績だと私も思っております。さて、まあ実現っていうのは形あるものにするということで、ね、もしデニーさんが、99% 実現していますということであれば、真っ先に私聞きたいのがやっぱりこれですよね。はい、まず最低賃金を1000円に、非正規から正規へ、企業支援と一緒にデニーということでございまして、最低賃金って県知事が決めるものなんですかね。まあ県のねアルバイトの給料を決めるんだったら県知事が決めてもいいと思いますけど、それだって930円ですよ皆さん。まず最低賃金を1000円に、まずというのは優先してという意味ですよね。さあ実現率 99% だったらこれ実現してますかと、私沖縄県民に問いたい。デニーさんはまず最低賃金を1000円にすると言ってましたけど、これ実現してますかって聞いたら、10名中10名がふざけんなって言いますよ多分ね。はい、そうですよね皆さん。デニーさんは4年前時給1000円、まずは時給1000円にすると公約しましたと。そして非正規は正規に変えていくんだって言いましたけど、それ実現してますかと。いやー、やっぱり世間の声は厳しいと思いますよ。ね。やっぱり実現というのは具現化する、形あるものにね、する、完結するということだと思うんですよ。手をつけているというのは着手と言うんじゃないんですかね。はい、塩サバさん、その通りでございます。こういったことをファクトチェックせずに、新聞がね、大々的に嘘をね、大拡散するわけなんですよ。はい、これもそうですね。大型マイス施設を作りますということでございまして、これもね、実は大型マイス施設を作ろうとした場所は、なんと、はい、デニーさんの応援をしている企業がメインとなって埋め立てをした土地であり、その周辺の不動産をね手広く扱っているのは、なんと今の玉城県政の副知事さんなんですよ皆さん。なんでね、那覇空港からむっちゃくちゃ離れている東海岸にマイス施設作るのというふうに、私とっても不思議に思いました。空港からねすぐ、15分ぐらいで行ける豊見城に作るのが、私はやはり普通の考えだと思うんですけど、デニーさん曰く沖縄の、東西問題を解決するんだと、ね、非常ににぎわっている西海岸、さびれている東海岸、この格差をなくすためにマイスはね東海岸に持ってくんだなんて言ってましたけど、
その埋水施設をね、作ろうとした土地の造成をね、引き受けた企業が、ね、デニーさんの応援をしていた企業グループ、はい、今でもその埋め立て地のど真ん中にありますよ、ショッピングセンターが、この企業のね。そしてその周辺で不動産を手広くやっているのが、今デニーさんの副知事やってる方です。これどう見ても論功行賞なんですけど、マスコミは一切これ追及しません。これがね、保守系の知事だったら、もう根掘り葉掘りもつっついてつっついてね、論功行賞の証拠を見つけて、私はね、徹底的に批判したと思います。いやー、しかし本当にね、こういった明らかな論功行賞だろうっていうことすら、沖縄のメディアは追及しようとはしません。はい。そしてこれ、どうなったかと言いますと、大型埋水施設は、やはり巨額な費用がかかります。国としては、巨額な費用を投下して、それを作るのはいいんだが、きちんとしてやっぱり、計画をね、立てていないと、これ赤字になりますよと、赤字になったら県民のお荷物になりますよっていうことを非常に国は危惧をしているんですよね。まあ結果的にそういった国の危惧を払拭できるような資料を出すことができなかった玉城県政、どうなったかと言いますと、国はこの沖縄県の大型埋水施設建設計画に NG を出してしまいまして、もうねデニーさん赤っ端書いたんですよね。はい。いやもう予約も入ってるからとか一生懸命食い下がったんですけど、国はもう採算も取れないと、はい、それなぜそういうとこに作るのっていうことでいろいろクレームがつきまして、はい、大型埋水施設は立ち消えになり、県が取得されたとする広大な埋め立て地は現在雑草の草原になっているということでございまして、まあその土地を買うために巨額な税金をね投下する、さあその税金は誰がね懐に入れたんですかね。はい、本来マスコミはこういったところも追及すべきですけど、一切やっていないですよ。あ、ちび犬さんどうも、こんばんわんこでございます。いや、ハチさん、意外とね、知らない人多いです。だって、マスコミが報道しないですから。ネット民でもね、政治系に興味のある人はやっぱり見ますけど、ほとんどがインスタとかね、TikTok とかそういうのを見て、ああなんてやってますから。本当に政治系の、はい、アカウントってのはよっぽどの有名人じゃないと、やっぱりあまり見てくれないっていうふうに思ってます。だから、地上波って大事なんですよ。ね。ネットだけだったら、コストもかけずにやろうと思ったらできます。でもこのね、沖縄っていうのは、ネットの力っていうのはまだまだなんです。まだまだ。確かに若い人たち見てますよ。ね。でも、政治系のものも見るかったらほとんどそうじゃないんですよね。はい。有名な YouTuber とか、エンターテインメントとか、そういったものはバンバン見て共有したりとかしますけど、政治系のものはいまいちやっぱり見ない。だから、私たちは地上波のね、枠を、買い取って、ずっとね、放送を続けているんですよ。はい。ボギー中佐、その貴重な地上波をつまらんことで棒に振ったどこぞの誰かということでございまして。はい。まあ、いろんな人たちいますけどね。はい。だから、私たちはやっぱり自負してます。ね。やっぱりこの報道されない不都合な事実を県民に伝えていくためには、やはりネットだけではダメだと。だから、まあ、ワンの有無意もありますし、ね、タカさんの水曜チュラチュラ作戦もあるわけなんです。今こうしてね、2つの両輪でね、
沖縄県民に少しでもやっぱり事実が伝わるようにっていうことで飛ばしていますけど、いやー本当にね、沖縄の中で私たちほどずけずけ言う放送はないんでね、近うちにまた標的にされるんじゃないかというふうに私ちょっと心配はしていますけど、でも標的にされても全然私は答えませんよ。はい。そしてね、私思うんですけど、この政治に無関心な国民、まあ、ここ県民に変えてもいいと思います。政治に無関心な国民は無能な政治家に支配されるということ。まさにその通りでありまして、誰がなっても変わらんよって言ってね、なんか知ったかぶりをして、投票に行かないような人たちは、結果的に、ハトポッポのような無能な政治家にね、支配されてしまうんですよ。まあ、今の沖縄県政見たらわかりますよね。誰がなっても変わらないとか、あ、この人見たことあるとか、優しそうだからとか、ね、結婚式の司会してくれたからとか、そういったことで選んでしまうと、まさに、無能な政治家に、支配されるということになります。まあ、さて今日はね、佐喜眞さんの新しいパンフレットが新聞折り込みで入っていました。今回の非常にね、出来がいい。我々が言ってたような、やはりワンイシューというのを取り入れています。そして分かりやすいように大きな地図をやって、どこで何をする、あれをするっていうことを具体的に書いています。ただ、私辛口で言いますけど、残念なことに、やはり投票に行かない4割の方々の心に刺さる政策っていうのがやっぱり書かれていません。残念ながらね、観光業界に1000億円補助するなんて言ったって、観光業界じゃない人たちにしてみたら、俺たちはっていうことになりますし、あと物価高、はい、電気、水道、ガス、ガソリン、そういったものに対して対策を行うって言ってますけど、県独自でそういったのできるんかななんて私思ったりもしますし、いろいろ突っ込みどころ満載でね、そんなことよりやっぱりマスコミが発狂するぐらいのね、過激な政策ぶち上げて、政治に関心のない人たちの耳に今こういうことを考えてるんだっていうことをね、伝えた方が良かったんじゃないかというふうに私は思っております。はい。そうですね。塩沢さん以前からずっと桜でもやってます。ワンイシュー、わかりやすいようにやりましょうっていうことで、もしかしたら聞いてるかもしれない。なぜなら、今度ね、サコムさん、皆さんもご存知のサコムさんが、佐喜眞さんとね、インスタで、なんか、ライブするらしいんですよ。コラボしてね。はい。佐古もさんって言うと桜のキャスターですよ。っていうことは、やっぱり見てる人いるんだろうな、っていうふうに思います。まあ、佐古もさんには声かかっても私にはかからないと思います。なぜなら、私と関わると、ね、デマ野郎とか、ね、幸福とか、いろんなことまた嘘800並べ立ててね、左翼が批判する、ネタにしますんで、はい、私のようなものはどうせね、玉よけなんで、はい、別に取り立てられなくても応援はしますよ、ね、沖縄のために。だから羨ましいとかなんとか思わないんですけど、ただやっぱり佐古さんに声がかかったということは桜を見ているということではないですかね。はい、で今運営さんの方から。本日公開ということで劇団沖縄左翼ということでございましてね、最近劇団員も復帝しておりまして、いつも同じような顔が出てきますが、いやー、そろそろまたヒゲの御仁に会いたいなと思うこの頃でございます。政治に無関心な国民は無能な政治家に支配される。ぜひ皆さん、はい、周囲の方々に投票行こうよっていうことでね、呼びかけていただき、また私のね、喋ってるようなことを一人でも多くの沖縄県民にね、届けるよう、ご協力のほどをお願いしたいと思います。
はい、ということで本日のボギーチャンネル、これにて、終了させていただきます。今日もね、はい、収録で吠えてる方いましたんで、それから明日のね、またさくらも、はい、実は、はい、美咲ちゃん濃厚接触者になってしまいまして、濃厚接触者美咲ちゃんですよ、はい、明日の収録はお休みでございます。子供から移るというタイプですね、はい、10日間はなんか静かにしておれっていうことらしいんで、しばらくは来週ももしかしたらアウトじゃないかなと思っておりますが、さあ明日は誰と喋ろうかな。はい、まあ誰か呼んでね、一人で喋るのもなんなんで、誰か呼んでドカンと行きたいと思ってますんで、明日のさくらの方もね、また楽しみにしていただきたいと思います。では皆様、明日同じ時間にお会いしたいと思います。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。